デイブ・ザ・ダイバー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、念願のマグロ漁ができるというところからですね。マグロって素潜りで捕まえるもんじゃ、素潜りじゃないわ。ダイビングで捕まえるもんじゃなくない？まあ、このゲームね、それ言っちゃダメなんだろうけど。そんななんか、黄金伝説みたいなことはさすがにしないと思うんだよな。普通のキャットフード。猫って結構味の違い、わかるよね。おぉ、マーグロ。お、マグロが現れた。ポケモンみたいだ。あんなに大きいのにすばしっこいんだな。逃がすのはもったいない。コブラの道具を使って捕獲できるはずだよね。ああ、移動経路に。いって。こうか。おお。よし。こんな重いマグロを一気に。ドローンのパワーってすごいんですね。自力で持ち帰れない魚はこのドローンの力を借りるのが一番だな。魚を無傷で高ランクのまま持ち帰るにはこのドローンが必要になるだろう。とりあえず君に貸してやる。存分に役立ててくれ。値が張るのでひとまず基本モデルを注文したが、アイダイバーから機能強化できるはずだ。そしゃマグロパーティーまでにできるだけ材料を集めようぜ。はいはい。森でさ、無理なのか。いける。いける。いける。いや、無理か。いけんことはないんだけど。硬いっていうか、強っ。無理か。あのネット欲しいな、もっと。そういや、なんだっけ、何やってほしいって言われたっけ。進行中のやつ、結構あるよね。これは達成できそう。これも入れとくか。選択。魚人族の記録室。記録室どこだっけ。どこなんだっけ。弾薬欲しいな。マグロあんなきついのか。撃ち殺すができないのが結構厳しいよね。とりあえずこっちから降りてってみよう。何の音さっきの。なんかゴポゴポ言ってたよね。マグロ結構浅瀬にしかいないのかな。本来のマグロもそうなのかな。あんまりマグロ詳しくないんだけど。よし、これ回収して。森崎が欲しい。強化アイテムでもいいけど。イカがいて、あ、ここだ、この辺だ。よし。お、スナイパーか。バラそう。よしよし。で、この、下か。ピンサケットの方が、高いんだな。おお、刺さった。いった。海ぶどう。
何かいろんな魚が住み着いてる。そうかな、あんまいなくない。いるわ。はい。お、石板があるけど、ノコギリザメもいる。魚人族の神社に届けてあげよう。はい。ノコギリザメは今回はいいか。初の落とし子がいるのはちょっと気になるけど。いいか。もう絡まれたし。なるほどね。これ何体持って帰るかとか強化できるんだろうな。はい、よし。とりあえずのの下に行って、なんだっけ、サメだっけ。サメっていうかあれか、メガマウスか。メガマウスもサメか。あれを持って帰ってきてくれって言われたから、とりあえずこっからどんどん下に潜っていけば出会えるでしょう。よし、オッケー。深海一直線。これはやったから、これ出しとくか。どっちみち、深海だよね。いやもう、この辺の深海普通にポンポン来れるようになってんの、すごいな。OK。酸素。これ何？オウムガイか。クリオネ。クリオネなんかあんまり美味しくないらしいね。俺、これ言ったっけ？なんかガソリンの味がするらしい。ガソリンの味ってなんだよ。よし、どんどん降りていくけど。とりあえずこっちでいいか。酸素が欲しいなぁ。やばい。やばいやばい。使っちゃった。使っちゃった。間違えた。よし。え？何してんのっけ？みたいな。いた。動くのが早かったね。メガマウスどこだ？痛い。焦りすぎだな。これ、関係ないか。ウコン。ウコンってあのウコンかい。海蛇ムチ。どこだっけ。いた、メガマウス。あいつか。よしよし。取れる？こいつか？マーク何もついてないんだけど。違うらしい。くだ珊瑚。珊瑚がゆが揃った。これくだ珊瑚か。あ、これか、クジラの骨。あれ？強化森崎。ナイス森崎。玉欲しい。いった。どうしよう、今帰った方がいい。
今帰り時か。メガマウスは酸素、酸素がない、酸素がない。そして何かがいる。てか無駄マウスだったのがさっきの。酸素、これも取っとこう。フル回復。移動系アイテムがあるんだ。ないない。高級キャットフード。メガマウスはどこだ。移動系入れとくか。離れよう。よし、オッケー。で、手回りマウスはどこにいんの。やっぱあれか、魚人たちがいるとこの近くじゃないとってことか。それってどの辺だっけ。この辺の下とかか。弾ないんだけどな今。弾薬が欲しい。あった、あったけど今取っていいのかな。酸素とかも結構あるからね、潤沢だな。メガマウスの音がした気がする。気のせいか。なっ。今日紫。よし。ダルマザメ。初見だな。わおわおわおわ。これもしかしてさ、こういうことできる？強っ。石。石？岩？もうないか。ないな。酸素、取っとくか。もったいないけどな。いた！あいつだ。あいつが子供たちを手まりを飲み込んだやつだな。なんでわかるんだ。どういう違いがあるんだ。はい。はい。やばい。はい。危ない危ない危ない。ちょ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 。はい。オッケー。魚人子供の手まり、メガマウスの切り身、カニも持って帰るか。どれどれ、ピチピチ。カニ料理、よし。これと変えよう。あとなんかちょろっと取って帰りたい欲望が。まだいけるか。ここまで暗くなるとちょっと怖いな。持って帰れるか。 OK。 うわ、怖っ。そうか、ここ。ここ魚人とこか。
入りましょう。金毎ターンかかるのかなこれ。どっか入ったりしたら。はい。あらまあ、そうそう、これよこれ。本当に助かったわ。これでちゃんとした料理をお客さんに振る舞えるわ。人間のあなたのお話も聞いてみたいし、たまに雑談でもしに立ち寄ってね。おーい。すげえ仲良くなってきたな。信頼されてんな。よし。一回払ったら、呼ぶのに、来てもらうのに金がかかるっていうだけかな。よし。持ってきたよ。うわぁ、手間にだ。本当に取り返してくれたんですね。肝を冷やしたよ。危ないからこれからは、フランスとで遊んでしちゃダメだよ。はい、わかりました。なんか聞いてたのと違うんですね。本当は悪い人間ばかりじゃないのかも。またお話ししましょうね、おじさん。お、これで100だ。あの奥か。これでメインが進んじゃうのか。まあ、いっか。なんか右下でウキウキしてた。お顔が優れないですね。何か困りごとでも。あ、人間様、それが。私のかわいいセルジオがいなくなってしまったのです。セルジオですか？こんな感じの紫色をしたペットにイカです。イカか？これ、タコじゃない。朝起きたらどこにも姿が見当たらなくて。実は、以前にも一度いなくなったことがありました。その時セルジオは光るクラゲを追いかけていたんです。光るクラゲですか？人間様、セルジオを探していただけませんか？セルジオは怖がりですが、落ち着いている時に、この高級餌を近くに置くと寄ってくるはずです。わかりました。もし見かけたら餌でおびき寄せてみせば、見ます。選手登録。あ、強くね？これ。ぽよ。ちょ、こいつ行ってもらおうか。行こう。不調だけど。著しく。はいはい。よし。いいぞ。早い早い。え、本当に早い。全然違う。ステータスめちゃくちゃ重要だわ、これ。段違いじゃん。18のやつと、倍違うもん、名前の音。はい、終わり。いいね。全然これで金稼げるな。はい。ということで、じゃあ、これ一旦、区切りましょうか。次回、天神のとこに行ってみましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。